足りてないピースというものを全部作り上げてってやろう、そのぐらいの気持ちでですね、アート事業を展開しております。より多くの人たちが人生にアートを届けて生活を豊かにしよう、それを実現しようと思って作ったのがこの天王洲アートシティなんですよね。今回のゲストは寺田倉庫株式会社の代表取締役社長、寺田浩平さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、寺田浩平さんです。1993年慶応義塾大学法学部をご卒業され、三菱商事に入社されました。1999年に寺田倉庫に入社され、2000年6月データセンター事業を手掛ける IT 企業ビットアイルを設立し、代表取締役 CEO に就任。同社を東証一部上場企業に育て上げ、その後エクイニクスジャパンに事業を売却されます。2018年6月寺田倉庫取締役に就任され、2019年6月より現職代表取締役に就任されました。現在寺田倉庫は東京天王洲拠点に美術品の保管をはじめ、ギャラリーやミュージアム、画材ラボなどを展開されています。世界一のアートシティを目指して天王洲の街づくりにも取り組まれていらっしゃいます、はい、僕も2016年とかですかね、はい、パフォーマンスをさせていただいたりとかもしたんですけれども、まあ、いわゆる倉庫会社さんですもんね、はい、それがその、まあ、アートというものにどんどんこう今力を入れてらっしゃると思うんですけど、経緯というか、まあ、その寺田さん の, その思いというものをちょっと聞かせていただければなと思うんですけども、私自身はもう3代目の、まあ、3代目といっても実際社長としては5代目なんですけど、寺田倉庫の3代目に生まれまして、で、まあ、寺田倉庫自身は最初はいわゆる物流倉庫をやっていたんですが、まあ、2代目のその父の代からですね、個人の方々のいわゆる貴重なものをお預かりするみたいなことを、まあ、広範囲に始めるようなことになって、これはもう実際ね45年ぐらい前からですかね、そういうサービスをスタートしてるんですね。でそこで例えば個人の方々のアートやワインやまた貴重品みたいなものをお預かりするようになっていく中でですね、まあ、一方でそういったその天王洲自身の街づくりも、まあ、まさにバブルの前の時代ぐらいからですね、うん、ずっとひたすらやってきていた、ね、はい、そういう中で、まあ、それまではアートを保管するだけの役割だった会社がですね、これから街づくりと共になって何かサービスをやっていこうという時に、うん、それであればやはりそのアートを基軸にしたさまざまなサービスの展開というのが、まあ、非常に我々自身コレクターさんの作品を大量に預かってもありましたし、まずはそれを見せる場っていうこともやっぱり必要だなみたいなこともあったし、どうせそれなのであれば掛け算としてそこにさまざまなアートにこれから興味を持っていただけるような方々が来られるような、そんな島に作り上げていきたい、そういう思いでですね、この、まあ、10年ぐらいこのアートのさまざまな事業をやっている、そんなような会社ですね。なるほど。原点の保管っていうことに関して言ったときに、こう寺田倉庫さんのこう美術品の保管とか、なんかそういうことには結構特徴とか、ここの部分をすごく重視してるみたいなのっていうのはなんかこうあったりするんですか？そうですね、お客様のそういう貴重な家財をですねお預かりするっていうのは、特にやはり私どものお客様って富裕層の方も非常に多かったりもしますので、そういった意味では保管の環境っていうのは大変気を使う、これをひたすら、まあ、この50年間ぐらいですねやってきたような会社です。例えば私どもは一点一点お預かりするサービスもあれば、お部屋で貸すサービスもあるんですけど、そのお部屋の右上の隅と左下の隅で温度と湿度が変わらないような、そういった設備を作っていかなければいけないんですね。これって実はそういった空調メーカーさんなんかではなかなかノウハウがなくてですね、そういったことをですね最初は試行錯誤の繰り返しの中で、安定した環境を作り上げていくということを、まあ、50年近く積み上げていくという中で、アートの保管環境の中についてもお客様の厳しい基準をクリアできるような、そういったようなスペースを作り続けてきたというようなことから、まあ、現実的には、私どものところにコレクターの方々がアートを預けていただけているような、今が作り上げられてきたのかなと、そんなふうに思っています。アート作品などの修復もされていると伺ったことがあるんですけど、それも、はい、まあ、新しく取り入れていった
そうですね、あの修復工房自身もまだサービスを展開してから5年経ってないようなサービスになるんですけど、まあ、あの実際にアートに関わるさまざまなサービスをやろうと思っていたときに、ワンストップでデリバリーをしたり展示をしたりというような子会社を持っていく中で、欠けてるピースがどうしてもこの修復工房というものだったので、これも約3年前から本格的な活動をしておりましてですね、今はそういった意味では個人の方々だけではなくてですね、そういったギャラリーさんであるとか美術館さんだとか、そういったものの修復なんかも受けられるような体制が徐々に作られてきたので、そういう意味からするとアートに関わる今なかなか足りてないピースというものを全部作り上げてってやろう、そのぐらいの気持ちでですね、アート事業を展開しております。あとは一点一点お預かりするサービスというのは、これは作品が搬入されたと同時にその作品をすべて私どもがきれいに撮影をさせていただいて、でお客様が自分のコレクションをこういったモバイル上で見せるような仕組みというものも提供もしたりしているんですけど、どちらかというとこれを公開していくというよりは、こういうものを貸し出してほしいというような場所とつなぐということが最初の道筋なのかなというふうには思います。ただ今はさまざまな法律上の問題とかもありますけれども、まあ、場合によってはそういった著作権肖像権の問題等がですね、クリアされるように法改正があれば、例えば個人個人のコレクターの方々のバーチャルミュージアムがネット上で展開されるような、そのようなことなんかも実際にはできたらいいねというようなことで、我々の構想の中にはそんな考え方も入っています。なるほど。さっきプロフィールでも紹介させていただいた天王洲アートシティ構想と、これについてちょっと寺田さんのビジョンというか、はい、考えを聞かせていただければありがたいです。まあ、ご承知の通り、その日本の現代アート市場というのはまだまだ500億円ぐらいの市場と言われています。まあ、それに対してアメリカ中国なんかも巨大な市場が形成されているわけですね。でそういった中でやっぱりどうやったらその日本のアート市場って大きくなるんだろうなみたいな、そういう中でこのアートの市場をいろいろ俯瞰してみたときに、やっぱ足りないところがこういくつもあるなみたいなことがやっぱり見えてきたんですよね。ただ一方でそれらすべてをこう成し遂げていくと、僕は今の日本のポテンシャルの力でも2000億円ぐらいの市場規模を持てるだけの力があるんじゃないかなと、そんなふうに思っていて、じゃあそういう世界をどうやって実現するんだろうと言ったときにですね、その構想の中の一つでこの天王洲アートシティ構想というものを出したんですね。これまではどちらかというと富裕層の方々、コレクターでもそのいわゆるビッグコレクターの方々の作品を預かることが我々のメインのサービスだったわけですけど、そうではなくて、より多くの人たちの人生にアートを届けて生活を豊かにしようみたいな、そういったアートのドメインを作りましてですね、それを実現しようと思って作ったのがこの天王洲アートシティなんですよね。まあ、一つには我々膨大なコレクターズさんの資産をお預かりしていますので、それを見せる場であるミュージアムを作って、そこでまずは見るきっかけとして来られる方を天王洲に増やしていきながら、また一方でその方々が少しずつアートを好きになっていただいたときに、若手のアーティストさんがそれを見れるためのカフェがあって、そしてさらに最終的にこういったアートコンプレックスというようなところに来てですね、本格的にアートを買ってみようか、そういった体験を天王洲の中で全部完結できるような、そういう環境を作りたいということで、この3年間の中で一気にさまざまな施設を作ってきたわけですね。はい、私は研究者ということもあって、とりあえず調べると分からないから、でビグモン東京っていう、はい、名前の施設があり、なんかこれは作る人 の, ことも意識していると。ちょっとこの施設について教えていただけると嬉しいな。昔からの文化を支えるとか、そういったことって僕らの中ではものすごく大きなキーワードとなっていて、いわゆる日本画ですよね、に関わるそのアーティストさんの数というのは年々少しずつ少なくなっている。まあ、一方でその一番大変なのはその先にいる、例えばそういった画材を作られているメーカーさん、こういうような方々というのがやっぱり年々こう商売が細っていっていると。でところが一方でこう日本のこう岩絵の具みたいなことを見ると、この、まあ、当社でも4500色のですね、岩絵の具を揃えているんですけども、これってですね、世界に誇れるだけのですね、画材なんですよね。非常にもったいないなということがあったものですから、まずはこういった画材メーカーさんに出かけさせていただいて、こういうショップを作るんでということで買い上げさせていただいてですね、このショップをオープンをさせていただいています。
と同時にこの日本が世界に誇るこういう和の画材をですね世界にマーケティングできないかということでインターネットコマースをですね、やはり4年ぐらい前からどん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 進めて強化していましてですね、まあ、結果的に言うと今、どうでしょう、インターネットの注文の半分以上が海外から入ってくる、まあ、それこそですね寺院の修復に使いたいみたいな面白いような目的もあれば、いわゆるロサンゼルスに住んでおられる現代アートのアーティストさんが、筆と画材を注文してそれをアクリルを使って、現代アートを描かれていたりとか、そういった多種多様な目的で使っていただいているということで、こういった和の画法をですね育てる支えるという立場もありますけど、一方でそれを世界に向けていくというような立場でこういうような仕事もやっていて、まあ、非常にそういう意味ではうまくいってるかなというふうに思っています、うん、なるほど。昔から日本のその色に対する名前の付け方って本当にグラデーション豊かで細かくて、それをこうやっぱり日本の寺田倉庫という会社がちゃんと売ってるっていうことは文脈的にもすごくつながっているし、ちゃんとビジネスとしてすごくこう全世界に開いているっていうのが素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。今その寺田倉庫さん的にその若手アーティストだったりだとか、その辺の人たちの支援というかそういうものはどういうふうにやられてたりするんですかね。まあ、あのミュージアムがあってアートコンプレックスがあって、あともう一つのピースとしてそのいわゆるワットカフェというですね我々の中に運営しているんですけど、ここはどちらかというと若手のアーティストさんの登竜門じゃないですけど入り口を開いていこうということで、これから伸びていくというような作品ですね、それをこの我々のカフェの中で展示をして販売をさせていただいています。ここでお茶をしたり食事をしながらアートをこう見て、そこでそれまで買ったことのない方にアートを買うきっかけを与えられれば、そして同時に若いアーティストさんにそういった機会を提供できればということで、これをひたすらやっていて、でありがたいことで本当にアート初心者の方がここでアートを買っていただける比率がすごく高いんですよね、はい、そういうようなことから我々が言うのもなんですけど、いい施設を運営させていただいたなというふうに思っております。あと若手の登竜門ということでいうと、はい、寺田アートアワード、はい、これは奥の友人とか、している作家もノミネートされていたり、今ではかなり批評家とか研究者も注目している大きな賞になっていると思うんですけど、これについてちょっとどういう経緯で始まってとかいろいろお話をちょっと聞きたいです。こうやって天王洲がアートシティとして拡大していく中で、やはり我々とするとそういった若手のアーティストの方々の登竜門みたいなものを作っていくべきじゃないかという議論が内部でもすごくあって、まあ、そんな中で2021年に1度目のですね寺田アートアワードというのを正式にまた再開してやらせていただいて、でまあ、一般的なアワードとちょっと違うユニークなやり方をしようということもあったので、まあ、応募もですね1400名ぐらいの方が応募していただいたんですけど、ファイナリストに選ばれた5名の方にはですね先に優勝賞金300万円を皆さんに渡すと、でそれを使って自分たち思い思いの最高の作品をそのファイナリスト展に向けて仕上げてほしいと、こんなようなですね新しい取り組みをやらせていただいて、まあ、結果的には本当に5名のファイナリストの方々がそれぞれものすごい力作を作っていただいたことによって、来られた方にとってもすごくこう面白いものではありましたし、またその作品が注目されて海外で活躍されている若手のアーティストさんの中で出始めているというようなこともあったので、これは2年に一度ずっと継続してやっていこうと。いやお話聞いてると本当にまあすごい素晴らしい活動を展開されているなと思うんですが、改めて最後にこれからじゃあさらにどうしていこうかみたいな展望をお聞かせ願えればなと思うんですけども。そうですね、私どもはそういった一つのリアルの世界観として、はい、まちづくりの中にアートをさまざまに使っていこうと、こういったようなことで、天王洲を一つの実験台にしてやっているんですけど、天王洲という街を見渡すとオフィス街だったので、昼間はオフィス人口がいるんですけど、やっぱり平日の夜とか土日っていうのはすごく人が少ない、そうすると飲食がやっぱり育たなくて静かな街になってしまったんですね。でもこうやって100万人ぐらいの人が訪れるようになってくると、そういった意味で昼も夜も土曜も日曜もさまざまな人たちが街にあふれてきて、そうするとその中の飲食も活性化して、そうするとその中で自然にですねそれまで感じなかったようなそういったこう勢いみたいなものが街の中に出てきてですね、どんどん活性化されていく、そんなようなことを私どもやってきたんですけど、一つにはそういった街づくりの原点の中にそのにぎわいを持たせていくというようなこと、すなわちその我々は箱からことへみたいなことをよく言うんですけど、そういった現象を起こすようなそういったような街づくりを
東京以外の場所でもやっていけないかみたいなことを一つはあの未来 の, あのプロジェクトとしていくつかの街で今スタートし始めています。そうなんですね、すでに。あともう一つはあのデジタルですよね、うん、これを使ってやっぱり人々のライフスタイルの中にこうアートをあふれさせたいというふうに思っているので、うんうんうん、私の夢はいわゆる、自身がスマートフォンのようなデバイスを使っていく中で自分の好みのアートに巡り合えるようなそういう体験を作り出すということをもう一つのライフワークとしてやっていきたいと思っているので、やっぱりどこにあるのか分からない、だそのためには足を運ぶしかない、うん、こういった環境の中でそのハードルの高さもやっぱりアートの購買意欲を削いでいる原因にもなっていると思うので、うん、これをデジタルが解決してあげるような世界を作れないかと、うん、自分の好みのアートがどんどん出てくると、うん、どこに行けば買えるかが分かる、こんな世界観をあの実現するというのが私にとっての夢でもあるし、うん、我々の会社がこれから目指したい方向性かなと、そんな風に考えています。まあ、本当に街づくりからそういうその、まあ、アートというものにどん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 触れていけるようにするデジタルを使って、うん、フィジカルとデジタルをどんどん使いながらさらに展開をされていくということで、はい、うん、はい、本当にもうこれからを楽しみにしております。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。今回のゲストは寺田晃平さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。